こんにちは、如月家美がオンエア中です。今日は翻訳を開いて1分間のレポートを記録します。やはり翻訳されたものはやや人気があります。その一例が宮沢賢治のボラーノスクエアの作品です。イカ友の涼しいそよ風、夏の終わりの暖かい青空、森尾の美しいジャングルの村、そして周辺地域のきらめく緑の波、役が面白い。翻訳といえばツアーに行ったことはありますか？このクラスで歩く時間がないので離れたいです。海外で成長拡大し真の YouTuber になるためにはやらなければならないことがたくさんあります。まずは今年の目標であるグループ企画をグループのレストランや生放送で見ること。今年は成長して成熟できたら最高です。今週がやってきました。月夜のように美しい。